修行でずっと帰れなかったけど、やっぱり家に帰れるのって幸せなんだな。ありがとうございます。ちゃんの体も良くなったみてえだし、みんなに顔を見せてくるといいだ。分かった。僕ずっと怖え目に遭ってたんだし。うん、ありがとうお母さん。用事が済んだら遅くならねえうちに帰るんだぞ。うん、うん、そうだね。カメハウスのみんなに元気になったこと伝えなくちゃ。ございます。じゃあな。おーい、おーい、この声は。おーい、聞こえるか。はい、聞こえています。そうじゃ、孫悟空の息子をつけるんじゃ。わかりました。
覇王様が言った通りだ。お腹空いてきたかも。でも、なんとか勝てそう。父さんとここに来てから、いろんなことがあったな。こんにちは、亀仙人さん。お、ご飯か。すっかり元気にな。はい。あれ、他の方たちはいないんですか。うん、ちょっと人探し。人探し？ランチさんという、以前うちに居候をしとった女の天津飯を追いかけて出て行っただけに、それでクリリンやブルマたちに。何かあったんですか。さっきテレビを見とったら、西の都の中継所から西の都に行ってもらうため。そうなんですね。おお、それは助かるわ。ランチさんはとびきりの美人での、それからタンクトップに短パンのグフフ思い出すだけで。おほん、性格はおっとりして。おっとりして、わかりました。
さんの家ってここだよね。わっ、すごい木だ。力が湧いてくる。ありがとうございます。どうしましょう。ひょひょひょ、了解。あれ、いえ、はい、うわっはは、そんなの、うん、ありがとうございます。叫んじゃねえ。やめてください。ん、青い髪だし、あの人がランチさんかな。てめえら俺を舐めてんのか。そんなこと言われて、な、何のこと。蜂の巣にされねえとわかんねえ。やっほー。
ガキのくせにめちゃくちゃ強えじゃねえか。え、なんでお父さんのこと知って。悟空のガキだと。あいつらは俺の大事な地図を盗み、いい加減にしやがれ。これ以上しらばっくれてるとドタマン。ランチは俺だ。いえ、でもいろいろ事情があんだよ。ほら早く地図を出しやがれ。はい。そのこれで許してもらう。うせえ、死にたくなきゃ。とふざけ。とにかく地図が戻って。すいませんでした。そんなことはもうどうだ。この地図さえありゃ。あいつ、あんにゃろう、修行であちこち移動してるからな。今度こそ俺に。よし待ってろよ。行っちゃった。とりあえず亀仙人さんに報告しなきゃ。こんにちは。それでは、こんにちは。それでは。ランチさんならさっき。あら、今呼びまして。あら、あなたが亀仙人。はじめまして。あなたがランチさんなんですか。ああ、私くしゃみをすると性格がいい。そうなんですよ。体質って言葉で。あ、そうか。ご飯すまんすまん。ところでもう一人の。いえ、でも人を探すって。そうなんです。私も気がついたら西の都の。とりあえずそうだ、もう一人の私がお世話になったみたいです。久しぶりに腕を。うん、せっかくや。やっぱりランチさんがいると華やぐの。あ、ご飯じゃない。しかもランチさん。ああ、そういえばブルマさんも心配してたから顔見せに行って。もう帰ってきただか。そうか、そしたらブルマさんの宇宙船ができる。